はい、どうも、レジュノです。ピッケンです。はい、ってことでね、だいぶ散らかっちゃったんですけど、まあ、本日タイトルにもありました30歳若ハゲが初のね、ジローに挑戦ということでかなり気合入ってるんで、ちょ、一回メガネかけてわー、どこのイケメンかと思ったら俺だったわ。アゴピース、レッドタイプジロー届きました。早速ね、開封していきたいと思います。やっていくよ。今年でね、僕31歳、ついにね、もう31歳にもうすぐなるんですけど、僕が二郎に行ったことない理由がですね、なんか店の敷居高くないんですか、わかる？なんか残したらダメとかさ、なんかちょっとルールあるじゃん、店の独自の。二郎をディスってるわけではないんだけど、なんか行きにくいんよ、個人的に。っていうのだと、鳥取にね、純粋に二郎がないんで、二郎食べてみたいなーってずっと思っとったんだけど、なかなかね、行く機会がないっていうのと、行く勇気がないっていうのでね、ひらめいたんよな。家に取り寄せたらええやんと思って、まずこちら取り寄せました。こちら開封していきます。ペンマーピッキャン釣りたいだか。あーちょ、ペンマー久々やな、ペンちゃん。久々のペンマーやな。あーちょ、ペンマーそしたらピッちゃん、感情を失った猫みたいになった。今日のパパは様子がおかしいの？ジローが届いてテンションが爆上がりしてます。ちょっと早速開けていきますね。こんな感じですね。手紙入ってます。注文いただきありがとうございます。もし商品を気に入っていただけましたら、レビューのご協力よろしくお願いします。で、中身がですね、ジローの麺と、ピッちゃんだいぶ移りたがってくるな。今日気になるか。ジローのスープとチャーシューですね。チャーシューとスープと麺で、これちょっと携帯で俺がググった感じ、二郎ラーメン麺の量でググりました。今 Google でパッと出てきたのなんだけど、だいたい二郎の外ラーメンっていうのは 400g 450から 500g 入ってるらしいです。なんで今回はね、二郎に行ったつもりで僕も二郎作るんで、麺 400g でスープも2個分使って、でチャーシューも全部いくんで、最強の二郎作ってるんで、今ねかなり興奮してるんで、もう今深夜前にね、見えるかな。ではじゃあ早速二郎作っていきたいと思います。やっていくよ。ということでね、人生初のジローなんで、まあ、ちょっと楽しみたいんで、かなり今日トッピングもね、本気なんで。で、本来であれば、背脂が、もうこれ、もやしとキャベツを炒める時にいるんで、どうしても準備したかったんよ、俺は。本当に、背脂が欲しかったんよ。で、僕の住んでる、すべてのスーパーとすべての精肉店に電話させていただきました。すいません、精肉店の皆さん。お忙しい中、電話したの僕です。あ、もしもし、大変申し訳ないです。今お時間大丈夫ですかって言って。あ、どうされました？背脂を少し分けていただきたくて、背脂って購入することってできないですか？いうふうにね、お電話させていただいたんですけど、どこの店舗も決まってこう言いました。すいません、うちは背脂が取り扱っておりませんと。なんで本日、背脂が。ないです。背脂が準備できませんでした。それだけは許してください。家庭で作る皆さん、僕を見て美味しそうだなと思う皆さん、背脂はなかなか購入できないんで、ネットで購入してくださいね。もやし2袋、キャベツ2分の1カット。で、こちらを使って本日ね、二郎再現していこうかなと思います。実物を見たことないし、頼んだこともないけど、わからんのだけど、かなりの量かなと思って、我が家にあるね、一番大きい入れ物がこちらだったような、すり鉢8号。で、こちらね、見てください、これ。もう1年経つからな。1年は経たんと思うんだけど、ここ、若ハゲが炭シャンプーで人生を変えるっていう企画の時に使ったすり鉢っすね。これ、ちょっと今日使おうかなと思って、久々に倉庫を開けたんですけど、大変なことになってました。ちょっとこれを洗うとこから始めますね。えぐっ！見てください。この色。僕は今日、この段分で、ジローを食べます。これって無理かもしれん。これ放置しすぎたわ。人生って何事もそうなんよ。めんどくさいなぁと思うじゃん。夏休みの宿題とかも。後回しにすればするだけね。困るのは自分なんで。あの時洗っときゃよかった。思ってたよりやれよ、これ。これ、これ使えんと困るんよ。あ、痛っ！すりばちょ、危ないな。あー、厳しい。これ。我が家にある2番目にでかい丼がこれなんですよ。これ調べたんだけど、濃い味が好きな方は 250cc で1人前作ってって言っとったけど、 500ml 水と麺が入ってこぼれん量だったら大丈夫なんだけど、まあ、それを実験しましょうか。 QED 塩麺完了。ごめんて。あーギリだな。いけるか。こぼれるかこぼれるか微妙なラインすぎるとるけども。でもやしがこんな感じだ。キャベツもこんな感じだ。おい、完全二郎じゃん。いやーこれきれいな。ちょっと楽でこれは。さっきまでいく。これでこうだもんな。わ、
ジローの大盛り半端ねえわ。もやしもやしでキャベツバーンみたいな。おい、ジローじゃんこれ。えい、おいしい。やっぱこれじゃないとダメだな。これでいこう。妥協したらダメなんだけど、頑張るわ。はい、ということでね、ただいま時刻が時刻がね0時48分ということで、30分ぐらいかけて洗いました。綺麗になったっしょ。ちょっと順番が大事だと思うよ、料理の。まずもやしさん、これだけで腹いっぱいになる可能性。これに俺麺400いくんだろ。これ食い切れたら俺もジローいけるだろ。とんでもねえ量だわ、野菜だけで。レジェンドに野菜を取ってほしいと言ってたレジェンドのみんな、見てくれよこの野菜の量。チャーシューの事前準備、湯煎で解凍してください。どういうこと？大変だな。 OK で、スープはこれで入れて、ニンニクさんも炒めないといけない。すごい、俺の想像の5倍手間がかかる。俺が食い切れるかが問題だな。麺500、400だろ。で、野菜がこれ推定だけど3、400g ある。1キロぐらいあるだろ、スーパーはして。いや俺でも全盛期あれないよ。スキヤのキング牛丼余裕だったっけ。スキヤのキングが1キロなら俺はいける。とりあえずニンニク炒めるか。息臭くなりそう。まあ、元から臭いんだけど。ごま油、タッ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 、でいや弱火で。うわ、これがジローの匂いか。すごっ、これかなり期待できるな。これが噂に聞くグルタミン酸ナトリウムの実力か。ちょっと待って、どうしたらいいんだろう。これで麺やん。え、ちょっと待って、これスープ用だろ。で、麺はこれで沸騰させるだろ。わかった。この器にお湯とチャーシューを入れる。熱い、これ麺だよな、これスープ、OK。ま、落ち着いていこう。これスープ、これ麺、OK。麺が4分から8分。で、器はこれだよな、もうこれで食べるんよ、俺は今日。Repeat after me。今日俺はこれで食べる、OK。今日俺はこれで食べる。炒めた野菜どうしよう。フライパンの前行こうか。で、これこう、OK。ここ、で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 、足行け。行けまし。フライパンが見たことないことになってます。足がない。なぜ？なぜですか？ちょっと。マジ？だって気持ちくねえけど、ね、箸ねえけど。あれだな。何急にポケが発動したんやな。いいよ。何が味付けよ。あれ塩とかブラックペッパー。日本中のジロリアンに怒られるかもしれんけど。あえてめんつゆで。あっ。わかった。熱い。野菜がまずいせいでジローがまずいっていうのは避けたいけど、ね、野菜は本気出したいんだよ。で、これを。熱い。熱い。汗見て。どうしよう、Let's go。 Repeat after me。 スープ混ぜる、チャーシュー、チャーシュー4個並べる、もやし盛る。すすっとるレジェンドが見たいんよ。早くしてくれよ、野菜だけでこっち疲れてんだよ。ただいま時刻1時22分をお届けします。来た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 。ペンマーペンマー、すげえ、これ何年だ、マジでいいメンバー。待って、ちょっと待って、ちょっといいよ、テンション上がってくるよ。始まった。 OK、 これのスープ入れてまーす。 Let's go。 やべえ、800g やべえ。あった、ラーメンっぽい。オッケー、これを入れます。おっ、ふぅ、ここに熱い、熱いけど頑張ろう。 YouTube のトレーナー野菜をして、熱っ、ほぼ熱っ、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 してな。野菜が減っちゃうわ。これでこれなんやばくない。今のチャーシュー行きにくい。どうぞ、全然なるほど。オッケー、はい、ということでいただきます。ちょっと汗に分かる、俺がどれだけ激闘を得てきたか。やりたかった、この天地返しっていう。手面的にみんなちょっとなんか量少なくねって思ってるかもしれんけど、これあの8号だけ、とんでもないサイズなんで、これ全部食うんで。うまっ、チャーシューいきますね。うわ、やべ、ちょっとこれのクオリティじゃねえわこれ。うまっ、うーん、えぐいっすね。うまい。あチャーシューがやばいな。ジローの色早なのかもしれないな、これ。ジローのデフォルトがこんな感じみたいなんだけど、とんでもねえ。一番鍋ならこれでもなんかあーみたいな感じで、今まだあと半分ぐらい、半分以上ある。これは普通の、これは大盛りのサイズだ。ちっちゃ、うん、ピッちゃん、パパ頑張ってるよ。色がえぐいすまして、いや、なんかね、病みつきになる味がする。なんだろう、スープかな。スープっすね。スープ濃い。チャーシュー柔らか。もう普通に腹いっぱい。すごい量です。いい具合、やばいです。わかるよ。あの無理して食っとるとかじゃなくて、普通に美味しく食べてる。えぐい。えぐい。えぐすぎる。もうここでギブアップしたくねえ、俺は。おぉ。やっぱ久々に本気出してるわ、今。ウィンターアゲイン撮影しとった時より本気出してるわよ、間違いなく。ああ、疲
それ、とんでもないっす。全然まだまだいけるんだけど。ジローの店主さんもちょっと笑うだろう、この状態になってたらもう、あ、もう大丈夫ですよ、お客さん取れるわ。俺の満腹中枢 VS ミレノのリソースが今のね、すげえバトっとるんだけど、今8-2で俺の満腹中枢の指令が勝ってますね。これ以上食べ物を入れ送ってくるなと。そして僕の魂はその思いを跳ねのけ、橋を逃げ出せるとしてます。行くんだレジェンド。そんなら行ける。おお、ジロー、すごい。待って、これどんだけやだと。スーパーもいいんだな。キャベツ入れたらいいんだろう。ちょっと待ってください。全部打ったら俺の勝ち。行きました。もう打ったら俺の勝ちよ。まず、もう勝ち事や。これ分かるよ。たったこれだけって言うんだろう。たったこれだけが入らんのよ。ただいま、中国2時15分です。いきます。じゃあそのジローをね、最後美味しくいただきたいと思います。いただきます。あー、厳しい。俺がこれを完食することを望んでるんかなって考えるよな。やっぱ俺も弱い気分だけでさ、みんな優しいけどさ、絶対レジェンド無理せんでいいよみたいなコメントで殺到すると思うんだけど、違うんよ。僕が僕であるために食べ続けなきゃならない。俺が俺であるためにこれを食べんといけないよ。レジェンドがレジェンドであるためにはこれを食べんと自分のこと好きで折れんのよ。ちょっと待って、レジェンドチャンネルって何のチャンネルだっけ。あれだよな、ただの一般人がこう神に選ばれた人間だっていうのを証明するためのチャンネルだよ。わかった。了解。いけるくね。いけるって。頑張ろうね、俺。おいしかったです。まあこういうことや。でも楽しい戦いでした。はい、うまかった。すかないで、いつもの決まりのセリフを言って終わりたいと思います。オフィスチームに帰ろう。